招待してくれた炭鉱くんに感謝しなければ。本当に列車に来た甲斐があったよ。行商人の青函跳躍は退屈なものが多いから、こうして旅をする感覚を味わえるのは久々なんだ。列車か。雄雲天君は趣のあるアイオーンのようだね。おっと、すまない、自己紹介が遅くなった。僕は星々を渡り歩き行商する者。泉州での登録名は羅刹という。先日ラフで君たちの仲間の炭鉱と知り合って、彼に招待を受けて乗車したんだ。いいねこのレトロなデザイン、心地よい車両。うん、僕たちの飛行船も同じように改造できたらよかったんだが。それは無理だよ。行商に使う宇宙飛行船は積載量や安全性、消毒の効率などを重視している。商売が目的だから居心地の良さは二の次なんだ。ちなみに僕たちは普段カンパニーの量産型輸送艦を使っている。想像してごらん、果てしない夜に光るたった一つの灯火を。列車の中から総外の文明を眺めていると、紛争も苦痛も絶望も悲鳴も、まるで別の世界に隔離されたような感覚になるだろう。想像してごらん、果てしない夜に光るたった一つの灯火を。列車の中から総外の文明を眺めていると、紛争も苦痛も絶望も悲鳴も、まるで別の世界に隔離されたような感覚になるだろう。